ジェネラーレウーノは、日本の競争は主な勝倉は2018年のセントライト記念、形成杯。場名の意味はイタリア語で、一番の将軍。2015年1月27日、北海道日高町の新生ファームで誕生。翌2016年のセレクションセールに上場され、見栄えのいい馬体に惚れ込んだ、長教師、矢野英一の強い推薦により、森岡幸人が購入。 落札額は森岡が当初予算としていた1500万円を大幅に上回る3240万円だった。ノーザンファームでの育成中から高い評価を受けていたが、一方で精神面で前向きさに欠けるという声もあった。デビュー前の調教でコバオープン馬に先着するなど動きの良さが目立ち、7月の新馬戦では単勝1.2倍の圧倒的一番人気に支持される。 しかし、ゲートが開くとふわついて走る気を示さず、3コーナーで早くも、安城クリストフルメールの手がいっぱいに動くほどで、なんとか3着を確保するに止まった。10月28日の未勝利戦で復帰し、物見をしながらも2話審査で逃げ切って初勝利を挙げる。続くハボ短章でも、先手を奪い、シャルドネゴールドの急水を、花差しのいで2連勝を飾った。 しかし、レース中は終始物見をして、外に逃げようとする状態で、暗城の田辺博信も、まだ若さがあると評した。形成杯では、物見対策として着用した、チークピーシーズが功を奏し、残り200メートルで先頭に立つと最後まで気を抜かずに、走り切って、重傷発生派を果たした。ステップレースを使わずに直接迎えたサツキでは、アイトーン、 ジュンバルロと3頭で後続を大きく引き離して先行する展開となり他の2頭がそれぞれ8着15着に沈む中3着に粘り込んだしかし東京優秀では早々と失速して16着と大敗この結果には起乗した田辺ももともとフラフラする面はあるけど負けすぎ正直わからないとコメントした秋初戦のセントライト記念では 逃げる谷のフランケルから離れた2番手を追走し、直線で先頭に立つと中段から追い込んできた1番、人気、霊園谷市場新1、4差をつけて、重勝2勝目を挙げた。キッカ賞ではスタートから先手を取って極端な、超スローペースで逃げたが、最後の直線での瞬発力勝負に対応できず9着に、敗れた。得意とする中山競馬場の、アメリカジョッキークラブカップから始動。 菊花賞馬フィエールマンに次ぐ2番人気に支持されたが、またもスローペースから切れ負けする形で4着に敗れる。ベース後、右前浅く腱炎の発症が判明。全治9ヶ月以上と診断され、長期休養に入ることになった。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。